Kristen Philippines and welcome to my channel. Minasan, konnichiwa. Watashi no channelu ni yokoso. Watashi wa Filipino Chris desu. So for today, I am reacting to part 2 of Hajimete no Otsukai or my first errand. So without further ado, let's play the video. Mahou no shiteki wo moratte. Part 2, guys. Itta! かき分け一気に大通りへ Now she stopped crying. Maybe because of the balloon. 魔法のステッキの威力はすごかった Oh, and I think she's going back to get the bag. ステッキも始まっちゃった揺れ動く不安と寂しさそれでも魔法のステッキはさくらちゃんを忘れたバッグの元に向かわせますイエタお姉さんも心配してましたよかったよかったありがとう大泣きのハチマキも入ってるなんてことないさそんなもの泣いてなんかいませんよ泣くのは赤ちゃんさくらちゃんお姉ちゃんなんですか一人で行けた一人で行けた泣く子はちゃんと育っていました泣かないお姉ちゃんにねおおっと泣けません赤ちゃんじゃないお姉ちゃんだものももちゃんは27番目なんだからうん一生懸命我慢しましたママに会うまではありがとうじゃあこれどうするももちゃんにやってあげないとお姉ちゃんの大事な大事な鉢巻きおばあちゃんよかった妹のももちゃんに引き継がれますももちゃんよかったお姉ちゃん持ってきてくれたかっこいいよし頑張って泣くぞさくらちゃん特別席での観戦ですお父さんの肩車ももちゃん正面左西方からの土俵入りですFather 少しでも先に泣いた方が勝ち制限時間いっぱいとなってきましたお姉ちゃんみたいにしっかり泣くのよほら泣けももちゃん泣くんだお姉ちゃんみたいに笑っちゃダメだよ笑っちゃう負けちゃった笑ってる場合じゃないんだよまさか笑ってるせっかくお姉ちゃんが大泣きのハチマキ持ってきてくれたのになももちゃん負けちゃったのかな負けた気がしませんあれおいおい最後までカメラちゃんと隠せよさくらちゃんにバレちゃうぞさくらあれドイツの国営放送実はねこんなに笑った子はいなかったんでインタビューしたんですってねえ泣くのが勝ちですからねダメね今度泣き方を教えてあげなくっちゃ日本って面白いね泣いて褒められ笑って褒められなんとも賑やかな一日でしたあれから2年さくらちゃんはもうすぐ5歳ももちゃんは3歳七五三のお祝いをしていましたあの子かなこの子かなカメラを向けて探しているとややいました家族で記念写真の撮影中さくらちゃんとももちゃんですさくらちゃん綺麗になったなあ私はどうってももちゃん相変わらずだあんなことやってさくらお姉ちゃんからプレゼントがあるさくらお姉ちゃんからプレゼントお姉ちゃんがお使いをした時のお守りですお守りだってそうそうマイク付きのね
ということは、行きます。モーちゃんの初めてのおつかいです。あの日の桜お姉ちゃんと同じ3歳。泣き相撲で大笑いをしたモモちゃんはおつかいも笑顔でスタートです。社務所でタイのお守りを買います。帰りに箱入りのお団子3箱お土産用です。お母さん寄り道しないようにって参道近くのコースにしました。一つ目の総門までまっしぐら、その先もまっすぐだからねって言ってるそばから曲がっちゃった。何か見つけました。ハト？ももちゃん動物大好きなんです。今度はハトがももちゃんの周りに。ハトも分かってるみたいですよ。ついてくれる人のところに集まります。ももちゃん、お使いのコースからだいぶ外れてるよ。走った。分かったのかな。バンビー。バンビというのは幼いという意味。バンビー。幼い同士で気が合うのかな。ももちゃんまた何か見つけました。おっと、初めて履いた草履です。歩きにくいけどなんだか嬉しい。お餅屋さんです。あ、こっちからも行けるんだ。二度目です。もう手で持ってっちゃう。いや、ちゃんと履きます。ちょっとおしとやかにお餅屋さんに入ります。そう、この箱入りのお団子です。何ですか。鳩の餌なのよ。鳩の餌、鳩なのよ。鳩の餌も売ってるんだ。鳩は喜ぶね。鳩の餌これでいいかな。お母さんは喜ぶかな。はい、どうもありがとうございました。ありがとう。はい、どうも。それで帰っちゃうんだ。あれ、思い出した。箱のお団子買うようです。お団子ください。はい、お団子ね。はい、3箱です。で、あれ、それはここで食べるようなやつ。お金も払いました。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ママにお茶危ないから、じゃあおばちゃん持ってく。お茶いい、お茶いい。きっとお母さんと食べるのねって。さっきみたいに走りはしません。つまずいたら危ないもんね。やっちゃった。あら、ももちゃん慌てて拾おうとするけど、もうそれダメじゃない。見た目はあまりわからないけど、お母さんには食べさせられないでしょ。着物に草履、いつも以上に思うようにできません。しかも鳩の餌が邪魔。ああ、嫌な持ち方するな。落ちないのが不思議です。あ、雨降ってきた。ちょっとだけ。うん、いや、雨はいいから、お団子、お団子。そしてついに、あ、もったいないって。ももちゃん、それはたいても無理でしょ。なかったことにはできないよ。砂がついてごま団子見たくなっちゃった。一生懸命取ってる。お団子屋さん、ごめんなさいって。食べ物は大事にする子なんです。でも
まさかそれ食べさせようってんじゃないよね。ママ。ももが手に何か持ってるわってお母さん。ダメですよ、それ食べちゃう。お母さん、ごま団子じゃありませんからね。ダメかも。ももちゃん、ももちゃん、すごいじゃん。何買ってきた？どれどれ。どうしたの？ちょっと食べてみる。なんでダメするの？どうした？食べれない。これ？汚くなっちゃった。うん。じゃあタイの守りは？タイの守り。あ、買ってなかった。ここで箱のお饅頭だよ。いっぱい入ってるお饅頭を3つ。あとタイの守り。それがないとお姉ちゃんなれないからね。シュートさあ、今度は大丈夫でしょう。明るく笑顔で再出発。なんだっけ？タイの守りと箱に入ってるお饅頭3つ。あ、はい、行ってきます。はい、行ってらっしゃい。返事はいつもいいんですけどね。かわいい。二度目はまっすぐ来ています。一つ目の門を通過。あれ、今度は反対に曲がっちゃった。そっか、お参りするからお清めね。いつもはお母さんがやってくれるけど、自分でできるの？あ、取れない。やっと手が届いたけど、今度はお口が届かない。やっと届いた。次はどこ？神明社です。主に子供の成長をお祈りする場所です。ももちゃんそんなことは知らないけど、ジャラジャラっていつも鈴を鳴らすんです。タイのお守りを買えるようになったらお姉ちゃんよって。タイの守りちょうだい。お母さんに言われてきました。お金は800円のお納めです。ももちゃんにとってはお姉ちゃんになる儀式です。ありがとう。ももちゃん、みんな写真撮ってるから気をつけてって。正面で写っちゃいました。どうもすいません。ももちゃん入っちゃった。私もドレスにすればよかったかしら、なんて余計なこと考えてないで。箱のお団子だよ、箱のお団子3箱。いらっしゃい。あら、また来たの？っておばちゃん声をかけてくれました。何でしょうか？お団子？お団子ね。砂にかけちゃった。 She's three years old, right? 砂かけちゃったとおばさん聞いて、サービスで新しいお団子を用意してくれました。はい、じゃあ持てますか？はい、どうぞ。そこに座って食べましょうか。またママがね、お団子ね、買って買うんだよ。食べる？じゃあここに座って食べる？うまく説明できません。ママね、ママに似てる。お父さんも似てる。ああ、これじゃさっきと一緒だ。エンドレスストーリーのお使いになってきました。せめて今度は落とさないでよ、食べ物なんだからね。着物にも慣れてきたみたい。仲良しのハトです。箱思い出した。仲良しのハトです。あ、箱思い出した。ハトと箱、落とさないように慎重にね。すごい、すごい。はい、ありがとうございます。ママがね、他の箱のね、お団子って言ってた。そうです。箱のってことは、箱の団子とか使ったらこれかしら。もしかしてこれ？そうなんですよ。違う？
そう。これの欲しいの？うん。これを三つ？三つ。三つ思い出した。持てるかな？持てる。持てる？よかった。間違いない。箱のお団子3箱。ちょっとね。あ、重い重い。ありがとう。できるよ。はい、大丈夫です。大丈夫だよ。甘い。Now she has a bag。お母さん、砂だらけのお団子を捨てられませんでした。誰誰誰誰誰すごいじゃん、お母さん。最後は割りとお団子3つやったやん。これでお姉ちゃんになれた。やったやった。さくらお姉ちゃん戻ってきました。泣いた？泣いた？お前泣いてるぞ。ビビエイエイ。私が泣くわけないじゃない。さらにこの2年後、ももちゃんは5歳に。さくらお姉ちゃんは小学校2年生になっていました。祭りに鳴り響く白銀太鼓。さくらお姉ちゃんが怖がっていたあの太鼓です。そこにあのさくらちゃんが。泣き相撲のお使いの後、なぜか自分から太鼓をやりたいって言い出したんです。たまたま門を叩いたのが白銀太鼓。いやー、縁ってあるもんですね。ももちゃんの年ではまだ入れません。でもお姉ちゃんに憧れ、この通り。お使いの次は太鼓かい。They're so cute, both of them. Sakura-chan and Momo-chan.Playing taiko drums. I really had fun watching these two cute little kids. Thank you guys for watching with me. I'll see you in my next video.